はい、皆さんこんにちは。MK の Q チャンネル、マサです。本日もよろしくお願いいたします。プロ野球12球団、レジェンドたちの3年間、広島東洋カープ、山本浩二編、本日は第7話、お送りしていきます。よろしくお願いいたします。前回第6話ですね、入学式と、夏の県大会をやってきました。で、1年生に強力なピッチャー、平松誠二、カミソリシュートこと平松投手が入り、1年生エースで、なんとか1回戦から決勝まで先発でしっかり投げてくれたというところで県大会を制覇することができました。他にはですね、123の男、そしてジャスティス木下、そして主人公の山本浩二、小笠原と個性豊かな選手がたくさんいる中、今回は夏の甲子園戦っていきたいと思います。お願いします。そしてですね、この AK9、MK の休日 AK9 ですね、本編にあっては週3回、ショート動画にあってはほぼ毎日配信しておりますので、またチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。それでは、山本浩二2年目の夏の甲子園、優勝を目指して頑張っていきたいと思います。お願いします。はい、それではですね、夏の、甲子園1回戦が目の前に来ているということで、1回戦の相手は、熱海高校、前評判は A ということで、熱海高校といえば、これ見てください、春の甲子園1回戦で熱海高校、神宮大会の1回戦も熱海高校と、毎回初戦で当たるのが熱海高校と、今回で3回目になります。ちょっと因縁の相手にはなってるんですけども、しっかり倒していきたいと思います。そしてですね、オーダーの方若干変えました。1番はセカンド、秋元、チャンス P 対左 B、満塁男、逆境丸と打って走れて守れてというような選手です。で、2番がショート、下平、2年生ながらこの能力高めで頑張っております。3番がライト、主人公の山本浩二、4番が3年生、ビタビタに強い小笠原、そして5番にレフト、名前ももともと木下正義正義やったので、ついに名前を改名し、ジャスティス木下と名前を変えさせてもらいました。顔にあってもちょっと正義感が強そうな、まっすぐ前を見てる、サクセスの、ちょっと僕あんまりサクセスやらないんで、この選手この顔がどういうやつなのかっていうのは分かんないんですけど、ちょっとね雰囲気で選ばせていただきました。そしてですね、6番がファースト森、そして7番がセンター、フルヒッターに、なったから広角打法が消えてしまった。しょうがないですね、こればっかりは。山本博士、そしてキャッチャーの、高橋というところで、ピッチャーはビタビタのエースカミソリシュートの平松というところで、控えには123の男がいつでも控えているというところで、これ個性豊かな選手で頑張っていきたいと思います。そしてですね、この夏の甲子園の前にこのアイテムでこれ終盤力の本金徳、これもちょっと平松に使おうかなと思います。ちょっとね、投手の終盤力尻上がりの上位版なんで、もうちょっとね伊豆使おうかなと思ってたんですけど、ここを平松に金徳本あげようと思います。1年生ながら頑張ってほしいというところを込めて終盤力を手に入れたというところで、はい、これでですね、平松が金徳終盤力を手に入れたというところで、この夏の甲子園も勝っていけるんじゃないでしょうか。それでは早速1回戦熱海高校ですね。さあ3回目の戦いというところで頑張ってやっていきたいと思います。注目選手は下平、秋元、山本と、ここは下平でいきたいと思います。さあ平松が絶好調というところで、ここは123の男を出して1番センター123の男でやっていきましょうか。代打に3年生2人が控えているというような形でやっていきましょう。はい、それでは静岡の熱海高校、神宮やった時は前評判 C やったと思うんですけど、ここでね前評判 A まで、実際は B やとねいうところで、結構ね力をつけてきたというような印象ではありますね。さあピッチャーは背番号10の塚原君というところで、結構ね、神宮もそうなんですけども、春の大会も初戦で当たって結構いい勝負してるんですよね、毎回。なんであんまり気を抜けないっていうのが結構事実でして、でその他の戦いは結構シャンシャンシャンと勝ってるようなイメージなんですけど、意外と熱海高校とは競るような形が毎回なんで、もしかしたらこの試合もちょっと競るかもしれないと。結構ね、相手ピッチャーに抑えられるっていうことが結構多くて、結構ね厳しい戦いが続いてるっていうような感じなんですけど、さあここで居合斬りの男、さあ123のとこが居合斬りで1本、甲子園で1本打てるか。これはダメ。おっと、これはエラー誘う。さあここで123の男は足速い。はい、セーフ。これね、123の男というのは1月23日に覚醒したから123の男という名前になっています。ただここもね追加点取れない。ただここでちょっとやばいですね。ノーアウトランナー2、3塁のピンチというところで、さあ平松がここでどうやって踏ん張れるかというところですね。前進守備で、いやーちょっとやばいなこれ。さあまずはワンアウトしっかり取っていきたい。これはどう、取れたんですけど、さあ犠牲フライになって追いつかれると。いやいや、毎回熱海高校とはちょっと終盤まで競るんですよね。神宮大会でも終盤まで競って、最後は山本浩二がバックスクリーンに勝ち越しスリーランを打ったという記憶があるんですけども、いや意外とね強いんでね、ちょっと油断できないんですよね。ましてやこちら1年生ピッチャーの平松なんで、これ取れない。バックホームは123の男肩弱い。いやここでちょっとね逆転されてしまいましたね。いやちょっとここ厳しいな。平松いけるか。さあここはなんとか1点差でしのいでほしい。そしたら、中継ぎに3年生エースの斉藤が控えてるんで、さあここで山本浩二がノーアウトながらランナー2塁で出てくれる、ツーベース打ってくれる、そして黄色い声援で小笠原が逆転ツーラン打てるか。さあ強振で一発狙ってきていいぞ。これはどう、いやこれは取られるか。取られるね。入れば逆転というところやったんですけど、さあここでジャスティス、さあ一発流し打ち、広角打法パワーヒッター、さあ打てるかジャスティス。ナイスバッティング。さあここで森、さあここでくせ者使っての転がせでいけるか。ちょっとゲッツーだけはやめてほしい。ちょっとねジャスティスが盗塁できないんで。ナイスバッティング、素晴らしい。ここで同点。さあここで秋元、秋元はここで天下のセーフティー、うまい。オッケーオッケー。ツーアウトながらランナー2、3塁、そしてここで闘魂使って引っ張り打てるか高橋。1年生ピッチャーの平松を助けてあげてほしい。ただここはダメ。おっと、暴投。この暴投で2点はかなりでかい。さあ平松、今日はちょっと1本打ってないんですけど、すでに1年生ながらホームラン2本打っているという強力バッターではございます。いいよ。さあ 2-3、 いやこれはダメ。いやなんとか相手のラッキーエラーでちょっとね得点できたというところではありますね。さあちょっとね 1,2 番コンビ、123の男と下平がちょっとね塁に出れてないというところではあるんですけども、下平が打てない、ただ浩二が出てくれると、そして小笠原、さあ強振でもう一発打てるか。さあただね、なんか左のアンダースローみたいな、なんかすごい打ちにくそう。さあただこっからはとりあえずすごく励ますを使ってものすごく励ますを使うんですけども、終盤力があるんで金徳のここはしっかり抑えていってほしい。はい、秋元が抑えてのスリーアウト。相手がね12アンダーしてるんですよね。そしてジャスティスが出たところで、ここはジャスティスのところにダイソー、まずは宮口で、さあここ宮口が走る、キャッチャーちょっと肩良さそうなんですけどセーフ。さあ同点のタイムリー打ってくれた森がもう1回つなぐような打撃をしてほしい。ちょっとね、この左のアンダースローの武田にうちの左バッターがことごとくやられているという。ただ対左 B 持ってる秋元は打てない。いやちょっと厳しいな。さあ流し打ちで高橋、ここで追加点ちょっと欲しいんですけどね。さあ1本出ない。いやちょっと熱海強いな。さあここは外野、まずは森下1年生を出しておくと。さあここでピンチ迎える、ピンチと言ってもランナーは一塁と。さあここ代打来てるのが怖いんですよね。ツーラン打たれたら同点なんで、オッケー、ゲッツー取れるか。下平がちょっと遅かった。さあここもう1回ダブルプレー欲しい。いやちょっと待って、山本が取れる、ナイス。いやちょっと捉えられてますね。さあ2番石渡、いや外角で攻めていこう。オッケー、これはしっかり森下が抑えてスリーアウト。さあここで123の男が塁出てくれると、いやこれかなりでかい。ピッチャーはまた左ピッチャーに変わってるんですけど、相手は笠間君。さあこれ転がせで、ここは下平塁出ないといけないぞ。ここも出ない。いやちょっと大ブレーキやな下平。ただここで出てきたのが当時山本。これはいい当たりなんですけども追加点とはならずと。そして最終回を迎える。さあ平松がまず先頭バッターをアウト。いやちょっとね、毎度対戦した熱海高校なんですけども、なかなかの苦戦を強いられましたね。ツーアウト。さああと1人というところでしっかり抑えていきたい。ツーストライク。さあここで最後1球三振。いやなんとか平松が熱海を完投勝利で勝利したと。はい、というところでちょっとね打線があんまり奮起せずエラーでなんとか2点勝ち越しして勝利したというところで、平松が頑張ってくれましたね。森が逆境丸、同点タイムにね。平松能力上がるね、いいでしょう。スタミナももう B まで来たと、素晴らしい。はい、次2回戦の相手、これ対戦したことあるんですけどちょっとね読み方忘れてしまいました。とりあえずはね、しっかり勝っていきたいと思います。コージ、ジャスティス、下平、ここはコージですね。一応ねレジェンドの物語のコージ山本でやってますんで、平松が調子普通、斎藤さんがいつでもバックアップにできるようにはしておきましょう。さあ打線も123の男、今回は広志の方を出してやっていきたいと思います。はい、それでは早速2回戦やっていきたいと思います。あくみね、そんな読み方しとったような気しますわ、山形のね。さあ対戦相手は打撃が強い、ピッチャーは悪くはないんですけども、しっかり打っていきたいですね。平松を援護していきたい。さあちょっとね、打撃が強いチームということなんで、平松がどこまで抑えれるかというところではあるんですけども、これセカンドいける？浩二、いやー、ちょっと待って、初めて刺されたんやけど、いけると思ったけどほんまにいけんかったわ。いけるかなと思ったんですけど、ただここでしっかりね、平松が今回は抑えてくれる。さあ浩二、山本、さっきはねセカンド狙ってアウトになってしまったんで、ここはしっかりまた塁でないんですけど、これもアウト。いやちょっとね、相手ピッチャーの2年生の松尾君に抑えられてるんですけど、ここに来てジャスティスのホームラン。いやジャスティスいいとこで打つなお前。さあここは、まあ、お任せで平松に打たせます。いやいいですよ、ランナーがサードまで行ってくれると。そして秋元、まあ、ここで黄色い線使って転がせて絶対に得点取れ。もういやちょっと今回ね、打線がまだ湿ってますね、よくない。ただね、平松がビタビタにいい投球してくれる。そして下平が塁に出てると、ここはランナー走らせるチャンスになる。さあここで流し打ちで浩二、山本が1本出ない。さあ4番、ここは流し打ちで強振で打つも、これも1本出ない。ちょっと厳しい戦いが続く中での、さあ来ました、今日2点、ホームラン打ってるジャスティス木下、正義の鉄槌を相手に下すことができるか。いやーできない。さあ2対0のまま終盤に入っていくと。さあここでワンアウトランナー、二塁っていうところで、いやちょっときついな、強心臓で2人ピンチだけ上げといて、ちょっと怖いバッターですね相手。オッケー。さあここで小笠原がし、おい小笠原、ちょっとああもう、いやめちゃくちゃ足引っ張るやんけ小笠原。いや打たれる、最悪これ。いやもう広島も何してんねん。いやもうちょっと最悪ですね、流れが。さあこれ3番のところに代打出てくるやつ、ちょっと怖いなあ。三振、それは大きい。さあこのピンチ抑えたらかなりでかいぞ。頑張れ平松。さあノースリー、はいオッケー、これは取れる。ジャスティスいける、ナイス。危ない。いやもうちょっとね、小笠原も最悪、最低。さあここでしっかり点取っていきたいんで、ここはまず代走宮口で、さあ数少ないチャンスを取っていきたいというところで、ここでしっかり走らせると。さあここで、さあ流し打ち、広志打てるか。さあノースリー、これはもしかしたら待てでファボル。さあもう1個待つ、ストライク入る。さあ流し打ち打てるか、引っ張るんかい、流し打ち打てるか言うたのに、ただここはしっかりタイムリー打ってくれて3対1。ここで熱血使っての流し打ちで、できたら進塁打でもいい。ナイスバッティング。さあこれランナーは無理ね。オッケーオッケー、高橋はただ走れる。さあここで平松なんですけども、ここはちょっと代打でいきたいと思います。代打、1年生の遠藤でいきましょうか。ピンチヒット、お祭り男使っといて、まず高橋が走る。はいセーフ。さあ遠藤もこれ流し打ちで、できれば進塁打なんですけど、ここでしっかりつないでくれる男1年生。さあここも代走、小平行こうか。小平がまず走る。このチャンスでA 対左 B ね。オッケー。ただ代打123の男、さあ居合切り打法が炸裂するか。さあ行け123の男。さあこの2ストライク2ボール、いいよ、ナイスバッティング。さあ2スリー、あー三振、ちょっと打てなかったですね。せっかく秋元に代打出したんですけど、ここは打てないと。しかも三振という一番ダメなパターン。さあナイス下平が、ここで下平がスリーラン打つと、いや下平弾道1なんやけどな。はい、そして山本浩二に回ってくると。いやもうここでねしっかり大量得点取れたのがかなり大きいですね。いやー、ここはねバテバテのやつに全然打てないと。そしてジャスティスがここは初球打つもアウトと。さあここでピッチャーを変えていくんですけども、まずは高山行こうか。高山のとこ、ここでこれで行って、でセカンドに小平で、センターに123で、ファーストに花田で、サードを守らせて、これでいきましょう。さあ高山がしっかり、1イニングを抑えてくれると。そしてまず高橋がしっかり走ると。さあ小平が、まだちょっとヒット打ってないんで、ここはしっかりね甲子園で初安打打ってほしいところではあります。ナイス。あー、ただここは1本出ないとね。さあここでツーベース打たれる。さあ高山、ここねちょっと踏ん張ってほしいですね。次期ね、平松がエースで君臨はしてるんですけども、平松がノックアウトされた時は次高山がね中継ぎピッチャーで出てくるような形になるんで、しっかりね第2ピッチャー中継ぎピッチャーとして頑張ってほしいところではあります。さあこれはサード花田1年生頑張ってる。さあここはしっかりピンチ抑えて、9回の裏9回の表に勝負したい。さあ下平が抑えてスリーアウト。さあここで浩二山本、さあまだねこの甲子園では一発は出てないんですけど、いや結構ねいい当たりは打ってるんですけど、ちょっと飛んでるところが良すぎて、スタンドインはまだしてないという。さあ高山が最終回にも入ると。これまずアウト。さあここで一回ちょっとピッチャーを斉藤さんも出しておきましょう。さあ来ました、エース斉藤さん。斉藤さんもね覚醒して、ああここ打たれる素晴らしいね選手に育ったんで、ちょっとね平松が来てしまったということによって、レギュラーから外れてしまったという、エースナンバーを剥奪されたんですけども、悪くない選手なんでね、しっかりね平松が打たれた時は斉藤さんがしっかり頑張って抑えてほしいんですけども、ここは連打打てる。花田が捉えてツーアウト。さあ最後1人。さあ絶好調なんで大丈夫かな。花田が全部抑えて試合終了。2回戦をしっかり突破したと。はい、というところでジャスティスのツーラン、下平のスリーランということで、2年生がしっかり打ってくれて、2回戦も突破できたというところではあります。浩二がミート多様なる、ちょっともしかしたらホームラン出ない可能性ありますね。はい、それではですね次、3回戦ですね。八幡浜前評判 A、 ここで A 来ましたね。ちょっとね A との対戦があんまりないんで、ちょっと怖いところではあるんですけども、平松しっかり頑張っていただきたいなと思います。ここは注目選手は森でいきましょうか。さあ好調というところで森を、2番に添えてやっていきましょう。ちょっと前評判が A ということなんでもうこのままスタメンで、この通りでやっていきたいと思います。ピッチャー相手は1年生ということでね、頑張っていきたいと思います。はい、それではですね、名門八幡浜、いや相手ピッチャー2年生でしたね。2年生やったんですけども名門ということで、まあ、かなり苦戦する可能性はあるんですけどもしっかりね勝っていきたいと思います。キャッチャーはムードバス、一番良くないね、ムード悪くするやつ。ただ守備 A、肩 B、これちょっとねきついんですけど、まあ、秋元は走れると。はい、セーフ。さあここでなんと森はバントもできるという素晴らしい選手であります。セーフ。いや、ノーアウト満塁点取らんのかいお前ら、それはいけませんで。このね、このシステムどうにかした方がいいですわ。毎回ね、初回とか2回ぐらいにノーアウト満塁になると全然点取らん。さあちょっと応援曲も変えたところで森がここに来て確定弾。いや、この確定弾大きいな。いや、やるね森くん、伏兵の一振り。ただここで2点取られる。さあただノーアウト、ランナー二塁で、ここは送りバント、うまいな平松ちゃん。いや、今のはトスせんでも自分で踏め。さあワンアウトランナー三塁で転がせて、しっかり秋元、ここは1点絶対いるぞ、三振だけはすんなよ。 OK ナイス、素晴らしい。さあ今日もうすでに盗塁2回してる秋元がまた走る。さあここで先ほどホームランの森が、ここは1本出ない。さあちょっとミート多用になってしまった山本浩二なんですけど、ミート多用にしてるんやったらしっかり打ってこい。ナイスバッティング、ライトオーバー、ツーベースいけるか。 OK、 さあこれはしっかり追加点打ってくれる。さあここで小笠原まだ打ってないぞ、大きいの。ナイスバッティング、画面から消える確定弾。ここに来て噂通りのバッティング、画面からついに消えてくれましたね。小笠原のホームランで7対2。さあここでね、相手打線が強いんですけど相手ピッチャーを完全にノックアウトすると。でファーストランナー下平なんでこれも走れる。セーフ。さあここでいけるか、山本博士。うまいな、走れ。オッケーオッケー、相手のショートうまい。さあ2点は2回に取られてしまったんですけども、ここはしっかり抑えてくれてると。いやいや森山変えたれやお前、誰かもうあかんやろ。112球で7失点してんねんぞ、他にピッチャーおるやろ。いやこれはヒット出る。さあ浩二山本もまた出てくる。さあ流し打ちでミート打ち、またライトオーバーなるか。さあここで一発でもいい、ナイスバッティング。さあここで満塁になったところで3年生のこの男、いや強いな、お祭り男でチャンス A になる、積極打法で逆方向へ消える確定弾打てるか。ここはライナー、しょうがない。いやここでファーボール四球、それ良くないぞ。さあ1回ここで励ましとこう、体力回復させて強心臓で対ピンチ上げると、さあここが結構ねポイントになってきますね。うん、これがサード踏んでオッケーオッケー、いいでしょういいでしょう。まあ、ちょっともしかしたらゲッツーが厳しかったかもしれないんで、今ので全然オッケー。相手がちょっと打撃が強いんでカキンとスリーラン打たれる可能性もあるんで、しっかりね1個ずつアウトを取っていきたい。うわ抜ける、山本は硬いよ。オッケーオッケー、いいよ。さあワンアウト満塁と、できればゲッツーでここしのぎたい。さあツーストライク、オッケー。これはゲッツーは、いやオッケー、ナイス。危ない、もう最近ね走塁ミス多すぎっていうところで、高橋がホームラン、秋元もホームラン、いやーみんな絶好調やね、素晴らしい。ここに来て打線爆発してくれるね。いやもうっていうか、もう森山そらバテるわ。そらまあまあスタミナ B あるけども144球で9失点してるやんか、そらバテるて。監督もえぐいな。まあピッチャーやっと変わったね。オッケーオッケー。おらんのかな他にピッチャー。さあ先ほどはゲッツーで村上君を抑えれたんですけども、さあここ再度抑えていきたい。オッケー、これはオッケー、ゲッツーまた取れ、ああ惜しいね。オッケーオッケー。さあワンアウトランナー一塁と、さあ緩急中心で、いや1年生ながらね、これはどう、ファーストオッケー、ナイス。弾いたおかげでセカンドアウトにできたと。いや前に弾くん優秀、森くんいいね。いやまあそこはファーストでもよくない。さあここで高橋が出る。ここで平松よく頑張りました。代打です、代打遠藤で、さあ1年生の遠藤で、遠藤がね結構しっかりね結果残してくれてるんですよね。さすが1年生ながら全国優勝の男。さあここで秋元絶好調なんですけど、ここは代打、やはり123の男を出す。さあ居合切りの男が打席に立つ、センター返しをぶち抜いてこい、いいぞ。うわーこれはどう、落ちる、ナイスバッティング、居合切り打法が炸裂。さあここで2桁10得点、森も代打行こうか、森下行ってみようか、いけるかお前。ピンチヒッターは森下広。さあここで森下、まあ、ちょっとねまだヒットはないんですけど、転がせでしっかりつなげれたら全然 OK、 ナイス、素晴らしい。さあこのエラーの間に123の男がホームまで来ると。さあ浩二なんですけど、ここは代走まず宮口、さあ走れるかな、これやばい、セーフ。いや頑張ったね宮口。さあここでミート対応で流し打ち、浩二山本、ここは打てるか、ナイス。いやこれは守備ね、守備取るね。さあ最後は遠藤のところ、はダメなので、ここはまず高山でいきましょう。で守備交代で、で、ジャスティスのとこ変えてセカンドで、まずはこれでいきましょうか。平松代打は、さあまず高山がしっかり抑えていってほしいというところで、絶好調になると。まあね、こんだけ点差あるんで、まあまあ気楽に投げてもらえばいいかなと思うんですけども、まあ、すんなりね抑えるのがかなり大事になってくるんで、はいナイス。まずワンアウト、はい、これでツーアウト。さあ最終回というところで、ピッチャーを123の男1回行ってみようか。でサードに、花田を入れて、これでいきましょう。高山降板、今日3人目のピッチャーとしてさあ二刀流の男、立ち上がりに注目しましょう。さあ123の男、ちなみに123の男はスライダーしか投げれません。変化球中心でスライダーをおーっと1球で抑えると下平になっちゃいますね。123の男が最後しっかり抑えてくれる。はい、というところでですね、しっかりうちの選手、3年生がホームラン量産してくれて大量得点11点で勝ったと。投げては123もね最後1球リリーフしてくれたんで素晴らしい。コントロール1上がりましたね。秋元プロヒッターになる、まあまあいいでしょう。はい、続きまして対戦相手準々決勝になってきます。いやー、江ノ島前評判 S、 ここで前評判 S 準々決勝で来る。いやちょっとこれやばいな、厳しいな。しかも江ノ島ってあんま聞いたことないんでどういう感じのチームかわからない。コージ、小笠原、ジャスティスとここコージでいきます。ちょっとねフルメンバーでいきたいと思います。ちょっと2年生が相手チームは多いチームなんですけども、まあ、平松がどこまで抑えてくれるかというところがキーポイントになってきますね。さあうちは、高校やと神奈川の江ノ島、いやなんかめちゃくちゃ強そうやな。いやちょっと待って、ビタビタのチーム来たやんけ。いやまず1点取られる。いやこれね打撃戦になる可能性ありますね。対左に弱いとね。ただキレ丸、東田、躍動、フライボールピッチャー、いや弾道も4あると。いや強いなこいつら。いや下平ギリギリ。さあここしっかりまずは同点に追いつきたい。ちょっとね平松がどこまで投げれるかわからないんで斉藤さんにつなぐような準備も必要。ただここねまだちょっとね同点に追いつけてないんですけど、ここでワンアウトランナー三塁と、ここは浩二犠牲フライでもいいんでしっかりまず同点にしたい。ナイスバッティング、素晴らしい。まず同点、まず追いついたと。いやこれねかなりキーポイントになる試合ですね。さあここでノーアウトランナー一二塁、ここ勝負ですね。ランナー両方とも足速いんでここはセーフティーでうまい、走れいけると。オッケーオッケー、いい。ちょっと相手うまいな。ただここ平松なんですけど、勝負のチャンス上げて流し打ちで、いやお前は弾道3やから打てる、自分で打つ平松、素晴らしいタイムリーで3対1。いやこのタイムリーはかなりでかい。さらに下平、ただここねバントするとランナーセカンドランナーが平松なんでちょっと厳しいところがあるんで流し打ちで進塁打で打ってくれる。さあワンアウト満塁でこの男に回ってくる。さあこれで流し打ちで一発出たらかなりでかいぞ。おー惜しいな。いいよツーツー。いやこれはホーム行かれる、やばい。いや暴投する、いややばいかったけどもここで暴投。ああキャッチャー野口君残念。そしてここで小笠原が一発打ってこい、ナイスバッティングフェンチョク。さあこれランナーセカンドランナーも帰ってきてツーベース。いや野口のエラーがね効きましたね。さあジャスティスはここしっかり転がせでつなぎに行く。いや無理か、いや素晴らしい。ここで5点。ただここでねピンチ迎えるノーアウトランナー2、3塁と、まあ、1点は覚悟しよう。オッケーナイス。いや素晴らしいよ、このまずワンアウト取れたんでかい。さあツーアウト1点取られてもいいからツーアウトランナー2塁とかにしたい。オッケー、これもしっかり抑える。ツーアウト。さあ平松が1年生ながら前評判 S をねじ伏せていくと、いやーこれは取れないね、無理ね。 OKOK。 さあここ最後抑えたい。2-3、はい三振。そして森が打ってくれる。そしてヒロシ、ここで超ファイト使ってのセンター返しで打てるか。チャンスつなげろ。あー惜しい、捉えてるよ、いいよ。 OK ナイス。惜しいね。そういえばお前カットマンやったな。もうすでに4球粘る。いやいや、いい当たりでカットマンで粘るなお前。うん、いいよ。粘るカットマン。いやもう7球ぐらいいってんじゃない？ 8 球目いったんじゃない？ 9 球目。いやいや、ここまで粘ったの初めてじゃない？あー、ただこれはダメね。 OKOK。 いやよく粘りました。投手にね、だいぶ球数投げさせたんでね。さっさとピッチャー降りろお前。おーっと、またエラー。いやちょっとエラー相手多いね。さあここで盗塁、走る。さあ今日は自分でタイムリー放った平松、もう一発タイムリー打っていいぞ。いやこれはダメね。 OKOK。 軽快な守備を見せました。これでツーアウト。さあ秋元がここでチャンス上げて、いやここはしっかり転がせで単打で打っていく。ナイスバッティング。さあこれ暴投、ああ取るね。いいとこいつも暴投するのにおるね。さあ秋元はここ走らせる。いやちょっと肩いいな。アウトか、しょうがない。さあまたもやピンチ。ワンアウトランナー2塁1、3塁ね。 OKOK。 さあここで1回励ましとこう。さああんまりね、おおここもしっかり抑えてくれる平松。ピンチに強い男。さあそして浩二山本が惜しいね。 OK。ここで山本がホームラン。さあここで高橋走れるか。 OK ナイス。さあここで代打いきましょう。123の男も不調なんで、ここは1年生遠藤いこうか。さあ遠藤恭平、ここはしっかり単打で結果残していこう。さあ相手はピッチャー2年生。さあ打てるか。いいよ。 OK。 ああ惜しいね。 OKOK。 まあね結構ねしっかり打ってくれるんでね、素晴らしいバッターですよね。さあ秋元は今日もしっかり単打で塁出てくれるというルート。これも出る。さあランナーは帰ってこれない。さあ暴投。ただねさっき秋元がちょっと盗塁失敗したんで、もうここはできないということで、うちの123の男を出すと。そして123の男は絶対に盗塁成功する。どこ投げてんねんお前。ちょっと野口どこ投げてんねんさっきからお前は。さあここで下平が単打でしっかり打っていってほしい。さあファーボール。さあランナー満塁でこの男浩二山本が一発放り込んでいきましょう。あー取られる、しょうがない。さあピッチャーはここでまず高山で勝負していきましょう。さあ先頭ランナーはアウトにするも次でヒット打たれると、ここは超ファイトで絶好調にして、まあ8回あちょっと待ってやばい。今思ったらセカンド123の男になってるんで、ここは123の男を交代させて小平で。さあここゲッツー取れたら一番いいんですけどね。うん、はい三振。ちょっとこのノリノリ怖いな。まあ、ただねちょっと前評判 S で、ランク的にも S のやつやったんですけども、平松がねそれを1年生ながら抑えてくれる、そして打線がこんだけ打ってくれると、そしてジャスティスが来ると、ジャスティス流し打ち受けるか。さあここでジャスティスの一発、これは進塁だね。オッケーオッケー、いいでしょう。さあ昨日大活躍やった森ですね。ここは転がせでしっかり打ってほしい。ナイスバッティング、ショート強襲のヒット。さあ森のところもランナー代走で、ここは宮口で、宮口もね足速いんですよね。外されても宮口はセーフになる。ここで山本なんですけど、もうここ代打森下でこんだけ勝ってるんでね。いやこんなね前評判 S に対してこんだけ1年生を出せるっていうのが素晴らしいですよね。さあここで代打もう一丁、ダメだね、キャッチャーがいない。ここで流し打ちでナイスバッティング、ファースト強襲、ファーストの体を突き抜けていく。ここで、ピッチャー高山のとこなんで、まず代打どうしようかな、どっち行こう、チャンス A なんで花岡行こうか。さあこれ、公式戦初打席チャンス A で打てるか。ナイスバッティング、いや1年生やばいなお前ら、12点。いやちょっとね前評判 S で来とったんですけど、ちょっと相手弱いですね、話にならん。はい、これはゲッツーなるか。ゲッツーね、オッケーオッケー、しょうがない、まあいいでしょう。さあ最終回、花岡が出て、で守備交代で、で、最後は斉藤さんで締めていきたいと思います。さあここラッキーボーイでしっかり花岡さんちゃう、斉藤さんですね、斉藤さんが三者凡退で抑えてくれたら万事 OK というところですね。はい、まずは花田が、はい、まずワンアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。打順はさあここも抑えて、おっとっとっと、答える大丈夫、ツーアウト。はい、最後もしっかり抑えて、小平が抑えて、はい、ゲームセット。さあ前評判 S やったんですけども、大差でベスト4進出。はい、というところで平松がしっかり1失点で抑えてくれたのと、打線が爆発、いやもう素晴らしいですね。森がアベレージヒッター、秋元がチャンスへ対左へ、何それ3年生やば、そんな上がる、もっと1年生とか2年生くれよ。いやでもいいですね、3年生こんだけ上がる、いや素晴らしい3年生の成長。はい、次は準決勝ですね。岡山高校前評判 A と、岡山高校はねやってますね1回、地区大会、前回の地区大会の2回戦で当たってて前評判 A やったんですけども、前評判 A やったんですけど、その時は結局は総合力が B で来てましたね。平松、森、山本と、ここは森でいきましょうか。アベレージヒッター持ってきたんでね。さあみんな結構ね好調なんで、このまま、森をまた2番にして、この打順、秋元やっぱ1番でしょうか、これでいこう。さあこのオーダーでやっていきたいと思います。はい、それでは準決勝岡山高校をやっていきたいと思います。さあまずはしっかり初回三者凡退に抑えてくれる、こういうのがねかなり大きいんですよね。そして、秋元が盗塁する。いやちょっと強くなってるな岡山、ピッチャーはそこそこね、名門って感じね。オッケーオッケー、いいでしょう。。あ、ここで森が打つ。これ秋元無理ね。オッケーオッケー。いやー、この2人がね、この夏の甲子園しっかり打ってて、浩二がしっかりまずは先制してくれたというところで、ランナー1、2塁、そして森が一発打ってくれるんじゃないでしょうか。三振ね。オッケーオッケー。ただここでしっかり追加点取るも、ここで1点自動で返されると。さあ、ただランナーが秋元なので、ここはまず走ると関係ないと。セーフ。さあ、これ応援歌はバンビーナ、バンビーナ、ちょっとねノリノリになれるような応援歌に変えました。打ってくれる。さあ、これはあー無理ね。オッケーオッケー。さあ、初回と同じような感じになったんですけど、おーっと、カバーいない、カバーいない、カバー入らないと。さあ、ここで浩二山本先制のタイムリーを打った浩二山本がまた打つ。さあ、これの追加点3対1。さあ、ここで見せてくれ。消える、消える確定弾の小笠原。いやー、消えないけどもしっかりタイムリー、4対1。さあ、ここでジャスティス。さあ、ジャスティスね、ちょっとあんまり、あー、ナイスバッティング、あんまり活躍してないって言いそうだったらしっかり打ってくれましたね。さあ、ここでツーアウトながら満塁でしっかり打ってくれる2年生の下平朝日。さあ、単打でいいからしっかりつないでいこう。これは無理ね。オッケーオッケー、しょうがない。ただここね、しっかり追加点取れたんで優秀。そして平松がね、ちょっとやばくないですか、こいつ1年生っすよ。さあ、ここで揺さぶるを使って畳みかけよう。はい、セーフ。さあ、森、ここでしっかり流し打ちでまた同じように2、3塁、いや、1、3塁にしたい。いやー、これはアウトね。オッケーオッケー。ここ精密回避使って一発打ってこい。アウト、しょうがない。さあ、ランナーは三塁行って、さあ、ここでチャンスに強い小笠原。これは落ちるんじゃない？いやー、落ちないね。もうちょい外野下がるよ、小笠原やぞ。ただね、しっかりピンチ抑えてくれてるんで、いや、だいぶ強いでしょう、広島。こんな1年生、ちょっとね、平松最強説流してもいいぐらいですね。まあ、結構ね、稲尾さんとかも結構強いんですけどね。ここで言ってたらピンチ迎える。さあ、ここは対ピンチ、A に上げて、いや、もちろん勝負ですよ。うちの平松に逃げるっていう文字なんかないんでね。浩二いけるんじゃない？浩二ちゃう、広志や、ごめん。山本が2人おるから。さあ、ここピンチしっかり抑えたいぞ。さあ、緩急で勝負。ただね、今ね、キャッチャーが3年生の高橋で、キャッチャー B 持ってるんで、今結構ね、いい感じで抑えれてるっていうのもあるんですけども、これがね、引退した時はちょっと怖いんですよね。さあ、このまま9回まで来たと。さあ、ここは、すごく盛り上げよう、守備をアップさせて。さあ、平松が最後まで1人でなんとか行こう OK。 さあ、小笠原がまずワンアウト。気迫を見せましたが、ここは及びません。次はキャッチャー、4番キャッチャー近藤、なんか打ちそうやな。4番キャッチャー近藤って、ソフトバンクの近藤みたいね。 OK、 三振。さあ、ここツーアウトでもう3点差なんで、バンバン変えていきたいと思います。これでキャッチャー、外野もみんな変えていって、ちょっとキャッチャー変えるの怖いんですけどね。ファーストもこれでいきましょう。全員総外でで、ただ小笠原で褒め殺すよ。これで大丈夫でしょう。OK、 下平がここはしっかり、おいもうちょっと待って、この大会というかちょっと本当に暴投多すぎ。まあでも高校野球は結構暴投多いけどやりすぎちょっと、まあ、というところで、まあ、暴投はあったんですけど、平松がしっかり完投勝利と素晴らしいゲームでした。はい、というところでホームランは出なかったんですけども、しっかりね山本浩二が追加点を取ってくれて、あ、秋元盗塁 B に上がる。いや秋元が特殊能力持ってきすぎ、特殊能力の化け物みたいになってる。さあここで平松が超ノリノリになる。かなり大きいですねこれは。はい、最後決勝ですね。ただですねこれ1回戦熱海、神宮も春野も1回戦熱海やったんですけど、ちなみに見てもらったら分かるんですけど神宮も春の甲子園も決勝銀座大附属なんですよね。さあここは初戦と同じように銀座大附属が来るかどうかというところもちょっと僕も楽しみにしながらトーナメント決勝見ていきたいと思います。さあ決勝の相手は、はい、あー違う小松島でした。前評判 A、まあ、小松島もねよく出てくるんですよね。前評判 ASS でも出てくるときありますね。最後は銀座大附属じゃないんですね。まあ、そこは残念なんですけども、まあ、注目選手は下平で、やっていきまして、まあ、オーダーもとりあえずはこのままでいこうか。最後3年生ね、最後の、夏の試合になってきますんでこのままでいきましょう。そしてさあ徳島の小松島、毎回ね結構ね強い相手で出てくるんですよ。速攻でホームラン打たれると、まあまあなかなかの出だしですね。いや強いな、意外性がないだけで。キャッチャーはどう、キャッチャー2年生もしかしたら、あー BB ね。キャッチャー A 来たな。キャッチャー A、 キャッチャー A はねずるいんよ。ピッチャーは、いやいや野手の、違うお前野手、ピッチャーちゃうやんけ。いや野手能力も強いけども、あスロースターター負け運ね。いやいいでしょう、負けてもらいましょう。ただ走れる。さあここはしっかり転がせでチャンスをつないでいけるか。 OK いいですよ。 OKOK ナイス。スロースターターある。おーっとスロースターターの足を引っ張る葵くん。さあここはまず1点、同点追いついたというところで、またランナー三塁に置いての下平。さあこれ単打で同点に追いつきたいところなんですけど、ちょっと相手ね守備うまいですね。ここで山本浩志がスリーランホームラン、4対1。いやかなり大きい。そしてランナーは平松ね。無理盗塁は無理ね。 OK 流し打ちでチャンス広げよう。ゲッツー崩れでもなんとか下平が残ったらなんとかなる。あ、OK、これでもいい。ああ、三振ね。OK、いいでしょう。さあ、ここでツーアウトながらランナー2塁と。いや、今日ね、最終決勝で平松がノリノリなんかかなりでかいんよ。いやー、うまいこと打つね。さあここで2点差と、しっかりねもうこれ2点差のままここはしっかり抑えていきたいですね。さあ2ストライク1ストライク2ボールね。 OK 2 2OK ナイス。さあここはしっかりピンチしのぐと。さあ追加点を与えてあげたいんですけども、うちもなかなか点取れないね。さあここで秋元、今日はちょっとね秋元にヒットは出てないと。さあ塁出ていきたいところなんですけども、ナイス。ああダメね、正面ね。さあここでまたピンチ迎える。さあここで1回ものすごく励ますでスタミナを上げていくと。さあここはしっかり抑えることできるか平松。はい、三振。ここで、下平からで、ここね、7回の裏で塁出たら操作できるんで、いいですね。このヒットかなりでかい。さあ下平が出たところでランナー走る。いやちょっと待って、遅い。 OK セーフ。そしてここもしかして、ああミスした。危ない危ない、お任せ1やからね。これはヒット出ない。さあここでお祭り男を使ってチャンス上げての小笠原が3年生最後の試合で一発打ってくれることを期待します。これも出ない。さあただジャスティスが正義の鉄槌を下してくれるでしょう。いけるかジャスティス。正義の鉄槌下す。ジャスティス木下の確定ツーランホームラン。いや見事に正義の鉄槌を下してくれましたね。ナイスホームラン。さあここで森が出ると、森が出たところでここは代走1日差の男、チャンス広げてまず走る。はいセーフ。ただここはギャンブルの男がもう1回走っちゃう。セーフ。ギャンブル男1日差の男がしっかりとランナー三塁まで行って、ここでヒットで帰ってくると、素晴らしいチームプレー。いやー1日差のとこ素晴らしいですね。レギュラーで試合に出れなくてもこうやって頑張って注目を浴びてくれると打つ。いや今のねやっぱり1日差の男の好走塁があったからこそこの集中打につながってますね。平松代打行こう。さあまず遠藤でちょっとね1年生平松1年生なんで最後ねやっぱりちょっと3年生の斉藤さんに最後はねちょっと優勝の胴上げ投手させてあげたいなという監督の思いがありますので、まずここは高山で行って守備交代で、ジャスティスがせやね花田行こうか。でこれで行きましょう。高山打たれるよねそれね。さあここ超ファイターだいいんですけどね、ただここダメか、このはちょっと点取られたらちょっと変えますわ。 OK まずワンアウト。さあここでワンストライク。高橋どうした。そして今拾い直した。さあここはしっかり抑えていきたいぞ。 OK さあこれツーアウト。さあここはしっかり無失点で切り抜けたいところではあります。 OK 秋元いけ、ナイス。さあここで、あとは8回の裏、そして、9回の表の、こう守備というところで、相手はね結構ビタビタに強い相手だったんですけども、やっぱうちチーム強いですね。さあ浩二山本のところもうここ代走ですね。まず宮口で、はいまずは走る。さあここで高校生活最後の打席になった小笠原、ここでこの能力一発打っていってくださいな。お願いします。ナイスバッティング。注文通りのホームラン。高校生活最後の打席は逆方向へのホームラン。ミスミスオッケーオッケー。まず花岡でいきましょうか。はい、最終回入りましたんで、ピッチャーを斉藤さんに変えてやっていきたいと思います。さあここで、森だけちょっと変えてしまったんですけど、褒め殺すで絶好調に変えてやっていきたいと思います。いやね、斉藤さん最後はね中継ぎエースというような形になってしまったんですけども、まあ、しっかりね、斉藤さんが後ろにおることによって、まあ、平松が安心して投げれた、抑えれたっていうところがありますので、もう僕は斉藤さんの評価はかなり高いですね。さあ2ストライク、はい、さあこれで2アウト。全国の頂点まであと1人。さああと1人となりました。ここで1回小平をライトに出して、でその後森下で、そして伝令で123のところに行かせます。怖い。マウンドに選手が集まっています。監禁場所っていうのは店員さん教えてくれないんで、ちゃんと自分で探さないといけないですね。ちょっとパチンコの講義をしてくれてます。まあ、実際高校生パチンコいたらダメなんですけどね。はい、最後はジャスティス、木下が抑えて夏の甲子園、見事春夏連覇達成。いや小笠原キャプテンのもと、秋元、森、山本、そして斉藤、高橋、いや3年生が素晴らしい活躍、そして2年生もね、浩二、山本、ジャスティス、木下、下平と、そして123の男、いや皆さん、素晴らしい活躍してくれたことによって、見事、この世代、しっかり神宮、春、夏と、すべて制覇することができました。素晴らしい勝利だったと思います。おめでとう。はい、というところでね、初回にまあホームラン打たれたんですけども、2失点でしっかり平松が抑えてくれたというところで、まあ、3年生の山本博史、そして小笠原、ジャスティス木下にホームランが出たと。小笠原に至ってはね、高校生活最後の打席で、見事ホームラン打ってくれたという素晴らしい最後をやってくれました。ありがとう小笠原。というところで、しっかり優勝してくれましたね。山本博士が人気者。いやもう人気者よう取ってきたな。オッケーオッケー、いいでしょう。はい、他は誰も何もないというところで、まあ、セーブしましょうか。はい、アップロードはしません。はい、というところで次のキャプテン、高山、123の男、ジャスティス木下と。いやここは123の男でしょう。123の男を、キャプテンに指名したいと思います。大丈夫かな、みんなギャンブル好きにならないかちょっと心配なんですけども、ここは123の男をキャプテンにしたいと思います。はい、というところで、今回は夏の甲子園やってまいりました。まあ、ちょっとね初戦、熱海高校、3回当たった3度目の正直というちょっと怖いところあったんですけども、見事勝利し、あとはね結構打線爆発でしっかり、点を取ってくれたのと、平松がね、防御率1点台かな、しっかり抑えてくれたんで、見事投打かみ合い、ここもしっかり優勝することができたというような形になりましたね。まあ、次回ですね、123の男が新キャプテンになり、そして、まあ、レジェンドは山本浩二なんですけど、キャプテンに上がってこなかったんで、123の男が、キャプテンになりましたけども、まあ、新チームのオーダーを組みつつ、秋の県大会を目指して頑張ってやっていきたいと思います。それではまた、次の、配信、次の秋の県大会をお楽しみください。それでは次の配信でお会いしましょう。発信はマサでした。